後ろ下がってくる、下がってきて、下がって下がって入った人間界で聞いてみた。どうしたんですか。あれ。このコーナーでは毎回何かしらのテーマを設けて、そのテーマに基づいて人間のスタッフさんが実際に人間界でリサーチ、インタビューをしてきてくれます。ということで街の声を紹介してくれるコーナーでございます。やっと来ましたね。これでした。みんなお待たせ、はい、初回に出ていたテーマはこちら。4人のドラゴン娘の中で、もし中日ドラゴンズの新しいマスコットキャラにするとしたらどの子です。まあ初回が割とトリッキーな、ね、自分たちで決めたんだな。そうよ、そう、ね、中日ドラゴンズのみたいな感じでね。では早速インタビュー音源を聞いてみましょう。お尋ねします。中日ドラゴンズの新マスコットにしたい子はどの子ですか。この中だったらカンナちゃんって子ですね。おお、理由は色がある。いや、まあ今のやっぱドラゴンズに必要なのは癒しだと思うんですね。生々しい、生々しい。めっちゃちゃんとしてるよ。男性の声がより燃やされた。燃やされた。燃やされた。新マスコットにしたい子はどれですか。そうですね、じゃあこの子にします。トールで。おお、ね、理由はありますか。そうですね、は一番真面目そうですし可愛いじゃないですか。ありがとうございます。もうちょっとあのふざけた感じのキャラクターはいるんでトールがいいと思います。すでにね、ドアラがいるからね。はい、はい、ということでね、まあなんかこ、あ、他の意見もある。他の意見も紹介します。他の意見、トール、30代女性、なんとなく試合に勝たせてくれそう、お、幸運の女神。40代男性、ライオンズっぽい。え、じゃあダメじゃない。もういいのか。どういうことなんだ。ライオンいいのか。いいのか。次、カンナ、20代女性、今時は可愛さが大事だから。そればっかか。20代男性、マスコットっぽさで選びました。おお。そうね。そしてエルマ、30代男性、何かおでこから生えてる。いける。おい、いつ生えた。まあ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 。まあまあまあ、ちょっと待って。感想。ルコは、特になし。やばい。こんなことある？あ、じゃ